離れよう。 まだどこかにいるはずだ。 ここに来ちゃったな。。 ここを通ったはずだ。
向こうか。また痕跡が消えた。このまま進むぞ。何かあるはずだ。地にやるしかねえな。君たちは肉体に縛られていた。肉体こそが君たちの漆黒なんだ。魂は常に肉体により醜く歪められる。哀れにも理不尽にもだ。魂が肉体の道連れとなり、その地位を貶められる必要などない。呼べなき魂たちよ、肉体を捨てよ。私のもとに。人はいねえが化け物はいるみたいだな。そんなところばっかりだな。ちょっと懐かしいね、これ。これって…
救わなきゃ。なんだ？地下鉄の中を歩いたのは初めてだよ。俺は仕事で何度かあるぜ。国の番犬ってやつか。そっちじゃないな。化け物退治の方だよ。歓迎されてんだと思え。もう少しおとなしい歓迎がありがたいよ。こんなところがあったんだな。誰も気づかなかったのか。ああ、この東京で誰にも知られず地下でうごめいていたんだ。化け物そのものだな。ここにあいつがいるのか。だといいがな。待て。何か感じねえか。警備員ってわけか。あいつが近い証拠だ。絞り上げて果たせる。なんだよこれ。うろたえるな。冷静に行くぞ。聞いたのか。ああ、この調子でコアを露出させろ。無理に受け止めようとするな。あの軌道なら飛び越えられるはずだ。
動きがいいぞ。分かってる。何の音？化け物がわめいてるんだ。まさか、なんだ、どうした？あいつ、どこまで行かれてやがるんだ。待って、どういうこと？早くこてろ。おい、なんで攻撃しないんだ。こいつは、俺だ。俺の体を操り人形にしてやがった。何？ゲーゲー！倒せってのか。俺の体だぞ。逃げよう。いや、奪い返す。また忘れてるでしょ。今日お母さんの三回忌だよ。お父さんの時だって一度も会いに行ってないじゃない。またそうやって逃げるの？逃げてるだけじゃ何も変わらない。違う、僕はただ違うんだ！戻ったのか？剥がされた。じゃあなんで僕は生きて。あれでだとしたら、消えてる全部、力も経験も、どうすればいい？マリをどう探せば。
そこなら